はい、ハンマクの本家のハンマヨ先生です。私はね、大学卒業、大学中にもう大学の先生の資格を取ってるんですね。だから、話すことはね、話しやすく話せるわけです。で、細かくね、正確に話すということはね、普通に、国家試験というか、大学の先生の資格持ってなければダメなんですよね。高校ぐらいだと少しはいいでしょうけども、ほんのちょびっとですね。で、難しいとなると、ね、高度なものとかいうのも話したらいけないんですね。間違いが出るから。これは国家試験を私持ってるから話していいんですね。間違いが少ないということでね、ごちょごちょね、話してますけども、間違いが少ないということで難しい話しても平気なんです。大丈夫なんです。それは大学の国家試験持ってるからね、先生の、ということなんですね。誰でもごちゃごちゃ話したら刑務所ですね。世界中そうですよ。で、細かいこと言ってね、ガチャガチャ言ってね、ね、もし間違えたらどういうことになりますか。これ多くなりますから、勉強よくしてな、して国家試験、取ってる人じゃないとね、大学の先生の資格持ってるということで ね。それからバイナリーオプションとか投資の先生も同じですよ。あんまり細かく言ったりとかいうのをね、私スペシャリスト社でなって世界一になってるんで資格持ってるわけですね、先生のね、難しいことごちゃごちゃ言ったり投資で言ったらやっぱりお縄ですよ。先生はできませんよ。細かいよくやってる人いるけど ね。なんか楽しみで言ったりとかね、言ってる。で、投資私先生もあるんで言ってるんだけども、バイナリーオプションしょっちゅう稼げるなんていうこともないですよ。稼げたらだって1回100円のもあるけど1億円投資できるんですよ。口座、違う会社のね、持ってる同じに投資すればいいんですから。で、1000円じゃなくてね、ハイアンドロー社は1000円ずつでしょ。そんなにいつも勝てるんだったら1億円とか10億円投資できますでしょ。ね、いろんな会社の口座でね、を解説してね。だから、1個の口座でももうしょっちゅう稼げる人なんて誰もいないですよ。僕みたいにこんな苦労してるのがそのままお見せしてるけども、簡単じゃないでしょ。もう2年間ぐらいほとんどあんまり稼いでないでしょ、ね、そんなしょっちゅう稼げる人なんて誰もいないんですよ、ね、だってテピカルに稼げるんだったら、ね、1億円ずつ投資できるでしょ、ねね、そういうことよく知っててください。全部詐欺やってんだから、周りの人。しょっちゅう稼げてますよってとか、ね、見せてる。そんなのは誰もいませんよ。ね。調子よく、運よく稼げてるか、ね、っていうのが多いですね。続くことなんてないです。私もだから、それで分析でやってるわけですね。そんな稼げたら、だって1億、10億ぐらいに上げてきますでしょ。そしたらテップから上がるんですよ。どんどん上がっちゃいますよ。すぐ世界一の億万長者を越しますよ。そんなことは。少額でも100円でもいつも勝ってるなんて言ってる。そんなので、本当に勝ててたらね、10億ずつ投資できるでしょ。いろんな口座開設してね、違う会社もね。ということですよ。FX も応用できますからね、バイナリーオプション。でこれよく知ってくださいね。ほとんどの人詐欺やってんね。簡単に勝てるようなこと言っててしょっちゅう見せてたって、そんなのはできないことね。詐欺やってんですよ、先生。それをよく知ってくださいね。私のようにやっぱりしょっちゅう苦労してここのとこやってますでしょ。なかなか稼げないわけですね。そういう繰り返しですよ。テピカルに少しでも稼げれて上がっていくんだったら、10億ずつ投資できるでしょ。100億ずつ投資もできるかもしれない。まあ、FX にそこすればできますからね。ね。同じですからね。ある程度。ということですね。
しょっちゅう少しずつ稼いでるなんて、そんな人誰もいませんから。そんなに稼げてたら大金積み込んでって稼げますからね。世界一の億万長者簡単にこしちゃいますよ。みんな詐欺言ってるだけですよ、ね、そういうことよく知ってください。